ーい、どうもバンビです。はい、ということでね、早速今日も撮っていきたいんですけども、皆さん今世界中で起こってる異変気づいてますか？そう、この世界はね、男女平等を訴えておきながら女性専用車両や女性だけ安くなる映画館の日とかがありますよね。いや、女性専用車両はわかるよ。男が痴漢という愚行な行為をするからそういうものができたのはわかるわかるけども、僕のようなチャイルドフェイスに生まれるとね、女性から痴漢されることだってあるわけですよ。けどどうでしょうか、僕がそれを友達に相談した時言われた一言は、羨ましい、どうしてだよっていう感じなわけですよ。いや、確かにわかる、うん、そうだよ、うん、そんなに嫌じゃなかった。けど僕が言いたいのはそんなことじゃない。まあ何が言いたいかっていうと、やっぱりこういろいろね、女性の方がね、いろんな特許を受けやすい世の中なんじゃないかなということで、本日僕女の子に生まれ変わります。まあどういうことかというとですね、まあ今まで僕女装企画というものをね、結構ちょいちょいやってきたんですけども、僕の女装ね、まあブサイクなんですよ。結構ね、骨格が男なのかな、顎しっかりしてるとか、鼻がじゃんけんとかね、いろんなね、まああのあるんですよ、女性の顔にならない欠点みたいなものが。まあそういう感じだったんですけども、本日はですね、もうガチでメイクだけで、要は飯を食ってるメイクのプロの人いるじゃないですか。もうその人たちにガチの女装をしてもらって、ガチで女性になりに来ます。けど一口に女性になるって言っても、あ、可愛くなったで満足してちゃただの自己満で終わっちゃうわけですよ。じゃなくて、僕が女装して他人に通じるか、今回はそちらを測っていくために、女性限定脱毛サロンに潜入していきたいと思います。そこで施術を受けられたら、まあ、僕はもう完璧に女性に見えるってことですね。ちなみに今日行くのがゲンキングさんがイメージモデルの全身脱毛サロン、ささら渋谷店ってとこなんですけども、果たしてどれだけ可愛くなるのか、ぜひ最後まで見てくださいってことで、早速やってTake out. はい、ということでね、今からのプロの人にね、女装メイクしてもらいたいと思います。果たしてどれぐらい変わるのかね、非常に楽しみでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、行きます。はい。はい、ということで、全てのね、準備が完了いたしました。プロにやってもらったね、女装メイク番号で。3、2、1、こちら、ディリーン、いかがでしょうか。まあ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 、でも女の子に見えるんじゃないですか。いや、骨格が結構男っていうのはあるんですけども、ちょっとね、こうどうですか、斜めとか、斜めから見た感じとか、もう完全に女子じゃないですか。特に顎、この顎隠せばちょっといけるんじゃないかなっていうのは個人的にあるんですけど、続いてのね、まあ第2企画じゃないですけども、まあこれで、まあいわゆるその女性専門店、脱毛してトゥルトゥルのお肌を手に入れて、もう完璧にメスになります。完璧にメスになってきますということで、これで本当に通じるのか、そちらをねちょっと検証していきたいと思います。ということで、行ってきます。質問を受けたいんですけど。こんにちは、お名前伺いしてもよろしいですか。小川でよろしくお願いします。お待ちしておりました。お願いいたします。はい、お願いします。お願いいたします。こちらの奥の席をおかけになってください。なんでこちらにおかけになってください。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。本日はよろしくお願いいたします。担当させていただく小林と申します。すごいお綺麗ですね。ありがとうございます。お綺麗ですね。いいよ、大丈夫です。よろしくお願いします。今日はどうしてササラに来られていただいたんですか。ちょっとすごい毛が濃くて、昔からすごい濃くて、はい、あ、そうなんですね、はい、ちょっと確かにあの濃い方かもしれないです、はい、すごいですね、筋肉も。あ、キックボクシングやってます。あ、そうなんですね、すごい。いやいや、もう全然ですよ。そうですね、はい、はい、よろしくお願いします。今日あの初回限定で100円で脱毛できるって聞いたんですけど、はい、あ、そうです、本当です。あ、本当ですか。はい、ササラでは今初回限定の方に限って期間限定で100円で脇と腕と足の3部位の脱毛を当日に施術させていただいております。すごい安い、本当100円でいいですか。はい、今結構毛気になりますか。全体的に。いや、もうすごい気になりますね、もう昔から毛深くて本当に。なるほどですね、はい、ですね、ササラでは今 IS ハイブリッド脱毛っていう新しい脱毛の方法を入れております。はい、はい、で IPL 脱毛っていう太い毛に反応する脱毛と SHR っていう細い毛に反応する脱毛を一緒に提供しております。なので最短で半年で脱毛が
管理するようになっております。脱毛ってすごい予約取りづらいイメージあって、はい、ササラでは今入れてる脱毛の方法が1時間で顔から VIO まで施術が完了するようになっております。なのでお客様の回転がすごい早いっていうのと、あとは会員様になっていただけたらどの店舗でも通っていただけるので。あ、なるほど、いろんな店舗でもじゃあできるんですね。そうです。すごい嬉しい、ありがたいですね、それは。はい、さらに10月の29日に大宮店がオープンする予定でして、これからも続々と店舗展開していく予定です。じゃあもっとうちに近いのもできたりするかもしれないですよね。そうです。あ、よかった。はい、もう全国にできる予定なので、はい、はい。あと脱毛ってすごい痛いって聞いたんですけど、はい、ササラでは脱毛の方法にも自信を持っておりますので、はい、ぜひ100円で体験されますか。はい、ぜひお願いします。はい、そうしましたらご案内いたします。はい、お願いします。ちなみにこちらがパウダールームとホワイトニングのルームになっております。あ、そう、お化粧直しもできるんですね。はい、あとコテとかスキンケアのグッズもいろいろありますので、ご自由にお使いいただけます。ありがとうございます。はい、こちらがセルフホワイトニングマシンとなっておりまして、ご自身でセル、はい、歯のホワイトニングをしていただくものになっております。で、会員様になっていただくとお得に利用ができるものになっております。え、ホワイトニングもできるんですか。はい、できます。あ、すごい嬉しい、よかった。すごい、もう歯が黄ばんじゃって、もうタバコ吸ってるんで私。はい、あ、そうなんですね。もうこちらタバコとか、あと、はい、お茶のステインとかもすごい効くのでおすすめです。はい、ありがとうございます。じゃあ今度、はい、もし機会があったら使ってみます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そうしましたら施術のルームにご案内いたします。はい、緊張する。脱毛初めてですもんね。初めてです。はい、こちらがササラの専用のジェルになっております。そうしましたら実際に照射してまいります。はい、ありがとうございます。照射していきます。ありがとうございます。完了です。え、はい、もう終わったんですか。はい、完了です。なんか痛いイメージがあったんですけど。お痛みとか大丈夫でしたか。いや、全然、はい、気づいたら終わってるみたいな。ありがとうございます。すごい、結構途中でめっちゃお客様も多いです。すごい、あ、すごい、はい、ほんと15秒くらいですもんね。そうしましたら鈴木さんとなりますので。はい、もう終わりですか。はい、ご案内いたします。あ、すごい早いですね。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。お姉さんに最後言わなきゃいけないことがあるんですけど。はい、実は私男なんです。え、分かってました。あ、いや、ちょっと最初から硬いんだ。ちょっと、お姉さん飲んでけ。言ってよ、もう。いや、でも顔が綺麗なんで。本当になんか、あ、本当に綺麗だなと思って。ちょっと、見てる。ちょっと、なんか、見れます。もう本当に、もうなんか、お人形さんみたいなのになったんで。はい、できる子じゃない。はい、育て方がいいのね。すいません。あ、嬉しいわ、ありがとう。すいません。はい、ごめんね、騙してて。はい、基本男性入店禁止なんで。ですよね。ちょっと私上層部からスパイなの。そうなんですね。まあ、ちゃんと働いてるから。あ、かしこまりました。失礼しました。本日はありがとうございました。あ、ありがとう、本当にありがとう。ありがとうございました。お会計100円になります。本当にいいの。はい、本当にいいの。大丈夫です。ありがとうございます。買えばいい、私も。はい、いいのね。ぜひまたお越しください。ありがとう、また来るわね。あんたの顔見に来るわね。ありがとうございます。やるんじゃないわよ、あんた。じゃあね。ありがとうございます。はい、ということでいかがだったでしょうか。いや、まあまあバレてなかったですね。最後まで気づいてなかったんじゃないですか、あの人。もう僕が男性ですって言った時ね、もうはぁみたいな顔してたんで、いや女やみたいな顔してたんでね、まあ僕の女装ね、結構可愛かったんじゃないですか。ということで、まあ今日言ったね、ササラさんではね、ちょっとお得なキャンペーンやってるらしいんでね、皆さんにもそちら紹介していきたいと思います。まあ今回僕がね、動画でやってもらったみたいに、初回限定で脇腕足の人気3部位の脱毛ね、なんと100円、たった100円でやってくれるらしいです。まあ他にもね、いろんなお得なキャンペーンたくさんやってるらしいんで、概要欄に詳しいことはね、すべて載せておくんで、ぜひそちらもチェックしてください。ということでね、まあ僕の女装がね、まあまあ可愛いんじゃないですかみたいな思った方はね、ぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ということでまた会いましょう。またな。
あ、もうツルツルすぎて、ツルツルすぎて触れないもん、自分の腕。